座以来日中のスーパーモデル、ミランダカーが、渋谷スクランブル交差点の大型ビジョンを6分間ジャック。さらに本人も実際に渋谷の交差点に足を運び、居合わせた人は超ラッキー&サプライズとなりました。今回、大型ビジョンで流れたのは、ミランダカー出演、エスティックサロン、高野百合ビューティクリニック、の新 CM。昨年9月からミランダへの交渉が始まり、今年2月、ついに撮影が敢行。同サロン創業以来初となる、外国人キャラクターが誕生したというわけです。12時30分から、渋谷スクランブル交差点のガイドビジョンすべてをジャックしていたその間、ミランダも密かに渋谷の街に立ち、流れたビジョンを自身の目で見ていた。というのですから、驚き。今回の CM は、自然体をテーマに、愛らしいユーモアのセンスを持ち、チャーミングが笑顔が魅力のミランダカーを映し出し、ルームウェアのまま思わず踊りたくなるようなイメージの内容になっています。CM の撮影、ミランダはその現場に、息子のフリン君と愛犬のフランキーと一緒に訪れたとか。撮影当日は雪が降る寒いニューヨークでしたが、6時間休憩なしで撮影をしたミランダは、撮影終了後、高野百合さんと手を取り合って楽しくダンスしたり、スタッフと喜びを分かち合ったりと、微笑ましいひとときも。会見では、ライフスタイルリーダーとしても注目の高いミランダのライフスタイルへの質問が、ミランダが食生活で気をつけていることは、とてもシンプル。一番はバランス。ただし、体が欲するものを取ることも大切。いろいろな国を訪れるのも楽しみで、その国の文化に触れ、その国の食事を楽しむのもパワーの源。80% は栄養のことを考えて、20% は楽しむというバランスを考えています。ミランダカー。カメラマンのリクエストで、ダンスを踊るようにくるりと回ってくれたミランダ。足先まで隠れる桜色のロングドレスがふわっと舞い、振り返った後ろ姿まで美しいなんて。贅肉のない背中に惚れ惚れします。フォトセッションでは、イベントスタッフの準備が終わらないのにステージに登壇したミランダ。後ろで手を振ったり、ちゃめっ気たっぷりの笑顔を見せてくれました。そして会見中に披露した日本語、よろしくね、という言い方がなんだかとっても可愛くてツボにはまりました。最後は、投げキス&笑顔でステージを降りていきました。